達郎さん、はい。僕ちょっと置きびれ入って、はい、ちょっと思ったことがあるんですよ、うん、年間やっぱ移住 してくる人が多いんですけど、うん、その反面、うん、すぐ帰っちゃう人もいるんですよ、うん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 、あれなんでなんですかね。まあ年間3万人いるとか言われてますからね、移住者は。でもなんか3年以内に8割が帰るとかも言われてます。この理由として一番大きいのは多分現実と理想のギャップだと思います。沖縄って言っても国内で普通に日本なんで、毎日普通に仕事があって、で帰ってきてご飯食べて寝るみたいな生活が当たり前で、毎日のんびり海の前でソロライフというわけではない人がほとんどで、そうできる人もいるんですけど、自分がそうできないっていう現実にぶち当たって帰っちゃうって人はめちゃめちゃ多いと思うし、その中でも一つの理由としては、もう知り合いができずに結局休みの日ずっとネットフリックス見てるみたいな人が多いんで、そういう人は帰っちゃうと思います。そういう人は置き火で入った方が、ただ人間関係の悩みは解決すると思います。あ、ですよね。はい、はい。